こんにちは、柴田です。今日はですね、ヒデさんのギター弾いてみたよオケを無償提供するに至った経緯をお話しさせていただきたいと思います。今現在ですね、ロケットダイブとピンクスパイダーのギター弾いてみたよオケが完成しまして、そちらをですね、無料でダウンロードできるようにしております。詳しくはですね、概要欄ご覧ください。で、随時ですね、アップデートしておりますので、その更新情報はツイッターの方で発表しております。そちらもぜひチェックしてください。で、もともとですね、僕は90年代後半から東京でバンド活動をしておりまして、で、解散後レコード会社に勤務して、で、現在はですね、広告代理店で通販関係、アーティストブーツの通販関係のお仕事をさせていただいております。まあ、そうやってサラリーマンをしながらですね、3年ほど前からですね、YouTube を始めまして、最初はですね、ヒデさんの弾いてみた動画、ここからスタートいたしました。で、まあちょっとずつですね、解説やらせていただいたりとかっていうので、いろいろやらせていただいてるんですけれども、まあ始めた頃よりもですね、YouTube の規制が確実に厳しくなってきているなというふうなのは感じます。まあ、やはりですね、原曲を使用した弾いてみた動画っていうのはですね、やり始めたばっかりの方、ギターやり始めたばっかりの方からすると、非常にやりやすい発信方法というか、アピール方法みたいな感じだったとは思うんですけれども、そこの規制が非常に厳しくなってきておりまして、まあほぼほぼですね、原曲の使用に関しては、まあ、NG な状態になっております。まあこれはですね、YouTube の規制というよりも、やっぱ著作者、あとは原版保有者の人たちから見てもですね、規制すべきところなのかなというふうな感じはいたします。まあ、このままですね、警告違反を受けながらもずっとアップしていったりしていると、まあ、必ずやですね、アカウントをバンされる時が来てしまうというのをですね、非常に感じるので、まあそんな中ですね、どうしていけばいいかなって考えてたら、まあ自分でオケを作って、まあそれを提供していけばいいんじゃないかなというふうな、まあ安易な考えなんですけれども、その方法が一番いいんじゃないかなと思ってやり始めました。規制が厳しくなっていく中で、ヒデさんのコピーをする人たちがですね、減るのも非常に寂しい話だなというふうに感じてですね、まあどうにか少しでも力になれないかなと思って、まあ、自分でオケを制作しようというふうな形に至ったわけなんですけれども、僕的にはですね、例えばカラオケとかもそうなんですが、普通にみんなが娯楽として楽しんでて、で、カラオケで歌われた分だけアーティストへの報酬がしっかりと支払われるというふうな、まあ、お金の流れがすごく綺麗に回ってますよね。なんか弾いてみた動画もそういうふうな綺麗な流れになるといいなっていうふうに思ってて、まあ、元々レコード会社で働いてたんで、まあ、その目線からお話をさせていただくと、すごくですね、この弾いてみた動画っていうのもいいプロモーションになると思うんですよね。だからアーティストとしてはですね、カラオケで歌ってくれたり、動画で弾いてみたを上げてくれるっていうのは同じぐらい嬉しいことだと思います。まあ、ただそこでですね、原曲を使用するということに関しては、やはり現場の保有者の方も言わざるを得ない状態になってくると思うので、やはりですね、カラオケのように、まあ、現場とは違う形で制作されたものを使用していくっていうのが、まずは今後弾いてみた動画を継続していく上での第一条件かなというふうに感じております。で、この自作のオケで弾いてみた動画を上げるということがですね、普通になってくれば、本当レコード会社からしても、いいプロモーションツールとして、もっともっとですね、弾いてみた動画を応援してくれるようになってくるんじゃないかなっていうふうにも思ってます。YouTube の方でもですね、AI を使って、ちゃんとですね、楽曲がポリシーに触れてないか引っかかるようになっているので、ちゃんとですね、
カバーした楽曲はですね、第三者がアーティストの楽曲をカバーしてますよっていうチェックを入れる欄がございます。そこにチェックを入れることによってアーティストに収益が還元されるようになっております。こうしてですね、自分の作詞作曲した楽曲を誰かが弾いてみた動画を上げて自分の収益になる、カラオケで誰かが歌ったことによって自分の収益になるというふうなですね、管理をしっかりとできるようになってくれば、みんながウィンウィンの関係になれるので、まあ、微力ながらですね、まあ、第一歩としてまずは僕の尊敬するヒデさんの楽曲を弾いてみたよ OK にしてご提供させていただきたいなというふうな感じで始めました。まあ、これからもですね、楽曲は増やしていきたいと思っておりますので、その辺は楽しみにお待ちいただけたらなと思っております。で、現在僕はですね、電脳音楽塾というですねオンラインサロンに入会しておりまして、まあ、オーナーがですねスプレッドビーバーの稲さんなんですけれども、まあ、そちらの方でですね、まあ、実際の講義であったりオンライン上での動画解説等々でですね、DTM だったり DAW に関してはですね、ちょっとずつですね詳しくなってきて上手になってきておりますので、オケの完成度はですね少しずつ上げていきたいなと思っております。先日完成したピンクスパイダーをですね少しお聞きいただけたらなと思います。で、まあ、どういった音を入れていったかっていうのをですね少しだけ解説させていただきたいと思います。最初はドラムがこんな感じの、ここから普通のドラムになるんですけれども、ドア玉はちょっと機械的な音ですね。から生ドラムっぽいことに変えると、これはですね普通に生ドラムを EQ かけてるだけです。 EQ だけでこういう風な感じになるんで、まあ面白いですね EQ いじってるのもですね。でベースもですね今回弾かせていただいております。ちょっと聞いてもらいましょうか、ベース音を。これをずっと入れてます、マラカス。
というような感じでですね、ロケットダイブとピンクスパイダーが今完成しております。ぜひぜひですね、この2曲まずはですね、皆さん聴いて動画アップして自分のパフォーマンスをアピールしてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。